月中央日の週の週末にブリュッセルのユネスコ世界遺産グランフロスが聖火で埋め尽くされ、巨大なフラワーコンテンツへと様変わりするものです。この美しい花の光景は1971年に始まり、今年は本日は、東京スカイツリータウンに大変大勢の、お客様にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。おかげさまで東京スカイツリータウンは今週の日曜日5月の22日に開業から、満4周年を迎えます。昨年は1年間で3360万人のお客様にこの、東京スカイツリータウンに、お越しいただきました。また開業からはですね、1億5000万人を超える、日本の人口を超える大勢のお客様に、ご来場をいただいております。今や東京の観光のシンボルということで、日本国内はもちろんのこと、世界各地から大勢のにお越しをいただいております。これも一重にご来場をいただいております、ご愛顧をいただいておりますお客様、そして地元の皆様のご理解とご支援の賜物と各会社を申し上げたいでございます。今この東京スカイツリータウンでは4周年を迎えるにあたり、感謝をテーマにさまざまなイベントを開催をいたしております。本日から22日までの2日間、ベルギー日本友好150周年と東京スカイツリータウン開業4周年を記念して、東京スカイツリータウン4周年記念ブリュッセルフラワーカーペットフェスティバルサポーティッドバイアサヒビールを開催をいたします。ベルギーの首都ブリュッセルのフラワーカーペットは世界的にも有名で、ここ東京スカイツリーの足元のスカイアリーナでは、縦横20メートルの色鮮やかなフラワーカーペットが敷き詰められ、初夏の初夏を彩るアートがお楽しみいただけることになりました。今回のフラワーカーペットはベルギーブリュッセルよりフラワーカーペットチームが来日し、独創性とリズム、色彩豊かなデザインで、制作をいたしております。
また制作にあたりまして、地元墨田区の高明小学校の生徒の皆さんにもご協力をいただいております。この場をお借りいたしまして、制作にご協力いただきました在日ベルギー大使館、ブリュッセルフラワーカーペット協会、そして、ボランティアとして、ご参加いただきました皆様に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。でまた、先ほどお考えございましたけれども、東京スカイツリー展望回廊の最高到達地点、451.2 メートルにございます。空からポイントにおいても、世界一高い、フラワーカーペットを、お楽しみいただきます。この機会に、世界一の眺望と世界一のフラワーカーペットをぜひ、ご覧いただければというふうに思います。さらに、これからでございますが、夜には、ベルギー国旗をイメージしました、黒、黄色、赤の3色の特別ライティングの点灯も予定をしております。これは期間限定のライティングでございますので、どうぞこの期間中にお楽しみいただければと思います。最後になりますが、これからも、皆様に愛される東京スカイツリータウンを目指して、我々スタッフ一同、頑張ってまいりますので、末長い、ご愛顧を申し上げまして、感謝でございますが、ご挨拶とさせていただきます。本日はご来場誠にありがとうございました。今回はスカイツリー株式会社取締役社長佐手木重則より皆様にご挨拶をさせていただきました。まずはここで東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんに登場してもらいましょう。ソラカラちゃん、はい、ということで登場してくれました。ソラカラちゃん、この後点灯式のお手伝いどうぞよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。さあ、では点灯のスイッチを押していただきます皆様をご紹介いたしましょう。まずはブリュッセル市財政人事観光担当助役、ブリュッセルエクスポ MAD 理事長フィリップ・クローズ様、どうぞお越しください。続きまして、ベルギー王国大使館公使参事官、クリストフ・ル・バッソン・ピエール様、アンヌ・マリー・ル・バッソン・ピエール様ご夫妻です。どうぞお越しくださいませ。続いて、総務タワースカイツリー株式会社取締役社長佐手木重則でございます。東武タウン空町株式会社取締役社長狩野信明でございます。以上皆様に点灯スイッチを押していただきます。この後時間になりましたら私のカウントダウンでスタートをしてまいります。カウントダウンの後私がどうぞと申しますのでスイッチを皆様で押していただきます。ではここで点灯式に際しましての写真撮影のお時間とさせていただきます。皆様スイッチの上に手を置いていただけますでしょうか。そのもののポーズでお願いいたします。それでは皆様撮影の方よろしくお願いいたします。